はい。あう。おはぴよどうも、ひなぴよでーす。よし、こっから逃げるぞ。やっとここまで来た、戻ってきた。はあ、もう。もう一回また逃げてたからね、もう無言でさ、無言で、あぶねとか言いながら逃げてたよ。よし。逃げるよ。私の子を欲も、ダメだ、怒りで我を忘れている。私の子を返せー。よし、行くよ。近いね。いや、待って、ほんと、これ近いわ。これ、あ、怖い。この瞬間移動ずるいよ。ちょっとさっきさ、やられたのってさ、絶対左からはいけないもんね。危ね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 。危ね危ね。あれ、こっちだ。あ、待って。危ね、間違った。道を間違った。こっちじゃねえ。こっちだ。よし。こうだね。で、どうしたらいいんだ？こっちでいいの？よし。いや、まだ追いかけてくんの？どこまで逃げたらいいの？どうしたらいいの？あ、オッケー。あ、現れた。待って、私は。私の子を返せ！あ、助けて！あ、イーサさん！時が止まってる。危機一髪ってとこさね。イッソさん、嫌な予感がしてみたら、おひな無事かい？イッソさん、無理しないで。無事だよ。でもイッソさんが、私の力ももう弱い。すぐに力が溶けるから、早く逃げる。そうね、イッソさん。ああ、今のは呵責な真似よ。この大事なシーンで使うんだったら、こんな汚い声でやるんじゃなかった。赤ちゃん、お母さん、目、助かったの？イッサさん！これ以上ここにいたら、イッサさんが持たない。さっき、こんなところ来るんじゃなかったって言ってましたよね。もし、あなたが天から来てたのなら、もしあなたが、天国と天をつなぐ抜け道を知っていたら、私たちに教えてくれませんか？どうしても今すぐに天へ行きたいんです。けど、わけがあって、普通の生き方じゃダメなんです。貴様の言う通り、私は天から来た。子供たちの散歩にと来たのだが、この子が迷子になってしまってな。さっきは取り乱し襲いかかり、悪かった。詫びに私が使った天への抜け道を教えてやる。とは言っても、私が先ほどいた部屋の先だ。まっすぐ進めばたどり着くだろう。ありがとうございます。人の子があまりこの世界に居座らない方がいい。きつい汚れが充満しているからな。そら、そこにいる男、もののけになりかけているではないか。イッサさん、イ
下さん、天への抜け道分かったよ。あともうちょっとだから、もう少しの辛抱だからね。ああ、絶対絶対に大丈夫だからね。すぐ着くからね。お前はただの人のことを見受ける。人の子は弱く非力だ。だが貴様は私の子を助けてくれた。この恩決して忘れぬ。恩だなんて。でもありがとうございます。私頑張ります。あ、もう話しかけ、あ、え、貴様、体の中に、いや、なんでもない。道中気をつけろ。バイバイ、またね。あ、消えた。え、体の中に、結局ひなこちゃんはあれだよね、ちっちゃい頃にさ、一緒に行くっていうので私が行くって選択しちゃったから、ミュンって体が乗り移って、汚れが充満してるってことなのかな。てか、そんなことより、そんなことより、イシタさんだよ、イシタさん。とりあえずセーブ、どうしよう、セーブ、はい。イシタさんをなんとか助けたい。急ぐぞ。ああ、危なく泣くとこだった。てか、もう涙は出てんだけど。ちょ。あれ、どうやって行くんだっけ、こうか。あ、これ、イッサさん、もののけになっちゃったらやだなぁ。もののけになっても君を愛するよ。はぁ、あ。とりあえずちょっとここでも同じところにセーブしようか。はい、行こう。こっちには何もないよね。何もない。行こう。この部屋の先に、天への抜け道があるんだよね。そうみたいさね。イッサさん、大丈夫？肩、貸そうか。いや、それよりも、私はお前さんが心配なんだよ。ん？鳥居への道は、お雛が元の世界に帰る道はまだ見つかってないんだ。大丈夫だよ。またこれから探せばいいんだもん。それよりもイッサさんの体が心配だからね。イッサさんが天へ行ったら、私も安心して帰り道探せるし。おひなは寂しくはないのかい？え、私が天へ行ったら、お前さんはまた一人で天国をさまようことになってしまうんだよ。ここにも祠があるよ、イッサさん。時の記録しておかないと。そんなこと言うなんて意地悪だよ、イッサさん。そりゃすごく寂しいよ。ここに来た時は一人ぼっちで怖くて寂しかったし、本当にお家に帰れるかわからなかったけど、イッサさんと知り合えて仲良しになれて、私、イッサさんがいてくれたから頑張れたの。時神様だからとか関係なくて、私、イッサさんが天へ行って一人になるから寂しいんじゃないよ。イッサさんと、ダメだ。イッサさんとさよならするのが寂しいの。イッサさんとの縁が終わっちゃうような気がして寂しいの。おひな、私は、あれ、何も起こらない。時の記録ができない。それはきっと私の力が、
そこまでだ。誰？この場は我ら、天道隊が統治する。いけないよ、ひな。そいつらは。え、何？何ですか？誰なんですか？あなたたち。イッサさん。動くな。時の玉の神。よくものうのうと天を目指したな。驚いたね。ちょっとごめん。鼻かませて。ちょっと鼻詰まってセリフが喋れない。はい。驚いたね。まさか天道隊様に嗅ぎつけられてたなんざ。私もなかなかに有名人さね。貴様、どうやってあの祠から抜け出した？私のご神体の心境が壊れちまったもんでね。縛るもんもなくなって、今じゃ自由の身ってわけさ。その減らず口も、悪あがきもここでしまいだ。人の子、お前の身柄は我ら天道隊が預かる。おとなしく来い。来いって、どこへ？決まっているだろう。天へだ。そんな、私は元の世界に。黙れ！ここまで来てまだそのようなことを。お前がここにいるのは決して抗えぬ天命だ。お前はもう死んだんだ。受け入れろ。たまたま間違って天国へたどり着いた。ただそれだけのことだ。それとも貴様はこの天国にとどまり続け、もののけになりたいのか。そのたまたまさえも天命だとしたら、どうなんだい。何？お願いだ。その子だけは助けてやってくれ。元の家に返してやってくれ。もののけをかいくぐり、哀れな疫病神の私をここまで手伝ってくれたんだ。天道隊のあんたたちなら、属性の帰り道くらいわかるだろう。その代わり、私はもう金輪際天へ行こうなんてバカな真似はしないよ。もう一生めぐるの村にいる。だから、疫病神か。言えて妙だな。だが、馬鹿も休み休み言え。お前は今日限り、めぐるの村のうぶすな神をお役御免だ。いいか、どの世にも規律があり、定め事はしっかり守ってもらねば、定め事はしっかり守ってもらわねばならない。それを破った奴には、それ相応の罰を、我らが下す。この疫病神を、天国の牢獄に閉じ込めておけ。ダメ！そんなのダメ！イッサさんはもう天国にはいられないの！体が持たないの！しずる、人の子を黙らせろ。御意に。おひな、早く逃げるんだ！お願いします！今すぐここから出してあげて！お願い！やめて！やめて！おひな！時神様、時神様、私どうすれば。ごめんなさい。もう私、ここへ来れない、です。ごめんなさい。ごめんなさい、時神様。いたぞ！こっちだ！早く捕まえろ！
私、もう行かなくちゃ。今までありがとうございました。お話も、いただいた紐飾りも、ここにいる時間が私、今までで一番幸せでした。最後に、私、これだけ伝えたくて、考えてきたんです。お約束した、時神様のお名前。あなたといると、ほっとするから。なんてどうですか？素敵な名前でしょ？時の玉の神。村の娘にひどく心を奪われた産砂神よ。そなたは村の禊を怠ったと聞く。村は広まった汚れにより伝染病が流行り、作物は枯れ果てた。これは、そなたの怠惰によって起きたこと。万物の神たちはひどくお怒りだ。よって、罰を与えよう。嘘だ。そなたをこの土地に縛り付け、一生土地の汚れを禊ぎなさい。この罪決して忘れぬよう、本日から過去は戻ることも許さぬ。そして、天への道を禁じる。こんなの嘘だ。そなたが愛した女には、金輪際合わせぬ。たとえ天に行こうとも、天と地獄の間、天国へたどり着くであろう。時神様、時神様。村娘の生贄です。どうかどうか、これで村をお救いください。どうか、村の、なんて読むかわからないをお救いください。ごめん、もう一回鼻かませてください。ああ、ただいま。これあれだね、飢饉だね。調べる前にちゃんと読めたわ。どうか、村の飢饉をお救いください。木の葉！木の葉。あれ、私？天なの？これから私、どうなっちゃうの？もう、元の世界に帰れないの？帰りたい。お家に帰りたいよ！ひなこ、怖くて泣いてるだけじゃ何も変わらないって。おばあちゃんいつも言うてるでしょう。そうだよ。泣いてるだけじゃ何も変わらない。考えなきゃ、ここから出る方法。イッサさんを助けに行って、そして元の世界に帰るんだ。おばあちゃんの言葉にはいつも助けられてばっかりだな。そうだ、おばあちゃん。ここが本当に天なら、おばあちゃんがいるかもしれない。おばあちゃんなら、何か手助けしてくれるかもしれない。それに、天と天国をつなぐ抜け道はちゃんと存在してるんだ。大丈夫。私、まだやれるよ。まずはここから出る方法を探さなきゃ。そういえばさっきの夢、ぼんやりとだけど覚えてる。もしかしてあの木の葉さんって女の子が、イッサさんが会いたい女の子なのかな。でも、なんで私がこんな夢見るんだろう。
乗り移ったのが木の葉さんなのかな。もしかして。よし、でもこの明るい BGM とともに私は前に進むしかない。木製でできている窓。この窓枠、老築化のせいか少しひび割れてる。頑張れば壊せるかな。 OK。 少し頑丈な檻、少し力を加えただけじゃびくともしない。おお、誰、うわ、かっこいい、しずるさん、かっこいい。くそ、不覚にもちょっとかっこいいと思ってしまった。お前なんか嫌いだ。貴様、ここで何をしている。ここでっていうか、そこでか。あ、いや、何もしてないです。はい。いいか、秩序と規律にのっとり、現在の貴様の身柄は我々が預かっている。解放されるまで妙な真似をするな。私は何も悪いことはしてないです。ここから出してください。そして一刻も早く一茶さんを変獄から解放してください。黙れ。貴様の監視は俺が担当している。いいか、貴様が変な行動を取ればその獅子を叩く、その獅子を叩く、その獅子を叩き切ってもいいんだぞ。こんな地獄みたいなところ本当に天なの？でも会話をしてくれるってことは今の状況とか確認できるかもしれない。うん。この人に何を尋ねよう。なるほど。ここはどこか。あの、ここはどこなんですか？天道隊が所有する施設の留置所じゃ。留置所じゃ。突然なんかちょっとおじいちゃんみたいになっちゃった。今まで地味に普通にせ、え？今まで地味に普通に生きてたけど、ちょっとあまりにも泣きすぎて噛みすぎるんだけど。今まで地味に普通に生きてきたけど、まさか留置所に入ることになるとは。なるほど。で、次は天道隊について。天道隊って何ですか？天道隊を知らないだと。そうか、貴様はイレギュラーな人の子だったな。え、伝道隊というのは武家の男によって構成された部隊だ。天と天に関係するありとあらゆる犯罪を取り締まり、この世の均衡を保っている。なるほど。おまわりさんということですかね。ああ、俗世ではそういうかもしれないな。おまわりさんだ。なるほど、かっこいいおまわりさんですな。帰り道について。あなたは属性の帰り方ってわからないですか？鳥居をくぐり直せば私元の世界に。無視ですか？無駄話もここまでだ。いいか、おとなしくしてろ。うん。あ、もう話してくれないのか。なるほど。何これ、手頃な石。石ころ。この石を投げてこの人を檻の前から遠ざけられないかな。さすがに無理かもしれないけど、小さな可能性でもやってみなきゃ。なるほど、石を投げる。あの人が向こうを向いてる隙に、えいっ、うん、何やつ。お、うまくいっちゃった。真面目な人でよかった。でもすぐに戻ってきちゃうかも。今のうちに窓を。オッケー、行くよ、やろう。あれ、ちょ、どうすんの、固まってるよ。ちょっと、あ、左クリック、丸ボタンって何。丸ボタンを連打して壁を壊せ。ちょっと待って、よし、クリック、左クリックね。オッケー、はいはい、これクリックできてんの。はい、めっちゃクリックしてるけど。え、ダメだ、壊せない。なんで、なんだ今の音は。貴様、俺は言ったはずだ、妙な真似はするなと。ごめんなさい、でも私、先ほど情けは与えた、もう慈悲はない。え、しずるが牢屋に入るまでに左クリック、丸ボタンを連打して窓を壊せ。これでいいの、これでいいの。丸ボタンって何なの？やっと壊れた！
貴様待て、やったー、は、早く逃げなきゃ。おい、あ、さっきのはどうあがいても壊せなかったのかな、もしかしたら。うまく逃げ切れたけど、どうしよう、ここにいたらすぐに見つかっちゃう。けど右も左もわからないし。え、どうすんの、どうすんの、私はひなこちゃんの指示に従うよ。誰ですか、にゃお。え、黒じゃない、黒ちゃんじゃないの、黒のお墓、黒のお墓の黒ちゃんじゃない、もしかして黒、にゃお。黒、待ってよ、こっちは天皇隊の施設だよ。あ、今度はあれじゃない、あの、ちょっと待って、思い出す、さなえちゃん、何さなえだか忘れたけど、さなえちゃん、さなえちゃん、石のお姉ちゃん、あー、こんなところで会えるなんて。さなえちゃんがいるってことはやっぱりここは天なんだ。どうしてこんなところに。ちょっと訳あって、話せば長くなるんだけどね。とにかくお姉ちゃん、ここは天道隊の施設があるから部外者は立ち入り禁止なんだよ。早くここから出なきゃ。私、部外者なのかな。こっちだよ、お姉ちゃん。ありがとう、さなえちゃん、クロー。うん、よし、行こう。お、抜け道、ここやったぜ。うん、天道隊はいないし、来ても大丈夫。ま、待って、二人とも足が速いよ。多分ね、さなえちゃんが速いんじゃなくて、あ、やっぱりひなこちゃんが遅いだけだと思うよって言うとしたら、お姉ちゃんが遅いんだよ。面目ない。それにしても天って言っても普通の町みたい。私、天って雲がふわふわってしてるものかと思ってたよ。うん、ここは次に行く前の人たちが住んでるだけだから。なんだ、ここは次に行く前の人たちだけが住んでるから。次、私もよくわからないんだけど、次に行かなきゃいけないところがあるってことはここに来てからなんとなくわかるの。みんな自分の中で整理して落ち着けたら次に行くの。お姉ちゃんもいつかきっとわかるよ。これ以上は詳しく聞いちゃいけない気がする。それよりも何があったの、お姉ちゃん。私でよかったらお姉ちゃんのお手伝いしたい。さなえちゃん、ありがとう。詳しいことはまた後で話すけど、今はちょっと人を探しててね。人？うん、でも天も広いだろうし、簡単に見つかるかどうか。なんて名前なの？森崎絹。私のおばあちゃんで、とっても頼りになるの。森崎絹、絹？え、ここら辺で絹って言うと、親切絹ちゃんのこと？親切絹ちゃん？うん。白髪のおばあちゃんでお着物着てて、誰に対しても親切で優しいの。町のみんな絹ちゃんのことが大好きなんだよ。白髪で着物、会ってみないとわからないけど、もしかしたら。さなえちゃん、その絹ちゃんさんのところに連れて行ってくれる？うん、もちろんだよ。ありがとう。え、これセーブしたいんだけどさ、セーブできないのかな？これ、どうしよう。連れてってくれるって言ったけど、連れて行くも何もなんか、さなえちゃん私と、同一化しちゃったんだけど。どうしたらいいの？この人に話しかけるか。あ、ちょ、陰っていて表情が見えづらい。ああ、話しかけられないのか。ああ、同じだ。あ、なんかある。はい。きぬちゃんちはここだよ。あ、ここなの。ここか。ここが。入ろう。よし。こんにちはーす。きぬちゃん、お邪魔します。
やおや。その声はさなえちゃんに来るね。いらっしゃい。ちょうど今お芋さん蒸したところだから、一緒に食べる？やったー、食べる食べる。あのね、きぬちゃん、今日はきぬちゃんにお客さんを連れてきたんだよ。お客さん？アンパイさん。ばあちゃん。ひなこ。おばあちゃん、おばあちゃん。ひなこ、ひなこなんだね。なんでここに、しかもこんな若い姿で。違うよ、違うの。これには訳があって。ひなこがそう言うなら、きっとそうなんだろうね。さあ、こんなところで立ち話もなんだから、お上がり。お芋さんでも食べながら話してごらん。うん。さなえ、あ、間違った。さなえちゃんとクロも、ひなこの案内をしてくれてありがとうね。どういたしまして。わーお。よかったな、ひなこちゃん。お姉ちゃんも早く早く。めっちゃテーブルに足ぶつけた。めっちゃ痛い。痛い痛い痛い。行くか。おばあちゃんだ。本当の、本物の、本当のおばあちゃん。あの頃から何一つ変わってない。おばあちゃんの匂い。待って、おばあちゃん。行くか。ああ、セーブがある。ひなこは随分と時神様の世話になったんだね。うん。お願いおばあちゃん。天と天国への抜け道を教えてほしいの。私、一刻も早くイッサさんを助けに行かなくちゃ。そう慌てないの、ひなこ。うん。でも、おばあちゃんは迷子のひなこもすぐに見つけられるんだから、天国への抜け道を知らないわけないでしょ。さすがきぬちゃん。わーお。めっちゃうまい。じゃあ早速。焦らないの、ひなこ。はい。天国へ戻る前に、あんたをここまで連れてきた、あんたをここまで連れてきてくれた方にお礼をしてあげなさい。え？ひなこが留置所から脱走したとなれば、きっと天道隊がこっちまで探しに来るでしょう。その間、町の外れにある森にいなさい。さなえちゃん、ひなこを森のみそぎ場に連れて行ってくれる？うん、いいよ。そこでしっかり汚れをみそいでくるんだよ。うん。それじゃあお姉ちゃん、行こっか。うん。なるほど。え、祠がかすかに光ってる。この感じ、時の記録ができそうだけど、どうしてイッサさんはいないのに。触れる？おー、セーブできるわ。うわー、ちょっと、セーブして、じゃあ今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。うわー、イッサさんどうなっちゃってるんだろう。ちょっともう涙が止まらなかったな、今日。あー、ありがとうね、おばあちゃん、クロ、サナエちゃん。私行ってくるよ。じゃあまた次回、お会いしましょう。おつぴよです。バイバイ。